往復でさ移動時間が6時間弱あったのかな。その移動中大西は全て睡眠に費やしてさ、だから今日の夜寝れる気がしないんですよ。そうそう、全然眠くない、めっちゃ寝ちゃった。首痛いの、ずっと座って寝てたから。痛え。自分でもようあんなぐっすり熟睡できたなと思った、行きも帰りも。出て。一日分の睡眠じゃん6時間って。そうなのよ、ほんとそう、めっちゃ寝た。そう、めっちゃ寝たのになんかね、すごい疲れた。なあ、でもぐっすり寝れてよかったですね。ありがとう、ぐっすり寝れてよかった。新大阪行くより遠いってほんまそれな、思った。なら帰る方が近いんじゃないかってぐらい、なんか寝違えなかったですかって。うん、でもさ移動中のさ寝方ってさ、ちょうどさいい感じのさ椅子やったらさ、こうやって上向いてさ腿に乗っかってさ寝れるけどさ、この辺まであってさ椅子が、だからこうなんか寝るのもきつくてさ寝れへんってなって、ってなったらこう行くのよ。ずっとこれかこれかこれかってさ、不備一体今。ね、でもこういう寝方しかさ移動中ってできないじゃん。ネックピローとか持ってないのって、もしあれでねうまいこと寝れないのよ、ネックピローね。飛行機とかでこうやってやる、あれで、ね、うまいことね寝れないんですよ。ってなったらもしいつもこう、あれをね持ち歩くのもね大変だからね。今日そんな移動時間あるって思ってなかったからさ、そもそもえっ朝集合場所行ってから、えっそうなんですかって言って、そうだから今日はベッドでゴロゴロする時間に首のマッサージしようと思う。でも、あ、でも旅行気分になりそう、楽しかったってね。
ずっと室内にいたからさそう、なんかそう堪能はできなかったんだけれども、そうそう、でもちょっとワクワクはした。なんかそう、でも帰りに10分だけそう時間あったから、そうお庭みたいなとこ出て、なぎちゃんと、今日なぎちゃんと2人やってんけど、なぎちゃんと写真撮った。美味しいものとかがあって、あでもお昼ご飯すごい美味しかった。カツ丼みたいな出てきた美味しかった、めっちゃ美味しかった。今度は普通に外に出たい。なんかでも旅行したい欲増した。旅行したいな。出て、あ、なんか体が固まって痛い。なんかでも知らないとこをさブラブラしたい。適当に歩いて。そうや今日さ、また久しぶりにね左目がさ目バチコってさ、だからアイプチしてんねんけどさ今日。そう朝起きたら晴れてたの。うわまたできた。そうでもね確かに昨日なんかめっちゃ目こすってたの西、なんかうわそれやと思って。痛いのって、痛かった、そんな目立たないけどって。あそう今アイプチして潰したからそう、ねえもうすぐなるようになっちゃった。ほんとやだ。ねえいつも左目じゃないって。そうなのよ、眼科には行かないのって。いや一回行ったのよ前、それこそもう4ヶ月ぐらい、なんか3ヶ月4ヶ月ぐらい目バチコ治んない日々があって、そうその時行ってんけど別に特に普通に目薬いただいたって感じだったから。でもその時それでも治んなかったんですよ。でもなんかふとした瞬間に治って、そう嫌になっちゃうわ。そうだから本当にねなりやすくなっちゃったんだね。大事にしてくださいって、ありがとう。お大事にするわ。え、早くなるといいな。これで晩ご飯終わって、もう全然食べた、全然食べたよ。残ってるもん、お家に残ってるもの食べた。
とはお風呂入って寝るだけですかって。そう、もうあとはお風呂、今 K の公演の練習してって感じだったから、もうあとは今日はお風呂入って寝れるのかどうかわかんないけど眠りについてみるわ。も早起きって、うん、明日は全然何も早起きじゃない。から大丈夫。やることはちょこちょこあるからあれなんだけれども、でも午後からだから大丈夫。でもね、そのそもそも寝れるかどうかがさあれだからさ、そんなの、そこが不安。本当に全然眠くないの今。そう。洗濯でもするって、洗濯する、洗濯してご飯食べた、食器洗ってちょっと片付けてから寝るわ。こういう時の片付けってさはかどるよね。夜中寝れへん時の片付けってはかどらへん。なんか無駄に綺麗にしちゃうね。そうなのよね。そう、なんか急に断捨離とかしたくなっちゃう。掃除はいつも朝にするって。朝活や、それこそね、むしろそういう人間になりたい。朝に活動できる人間になりたい。ね。でもさねえ、おにしさ、なんか寝れる時には寝とけ精神やからさ、空き時間とかあったら絶対寝るの。そうだから朝も仕事とかあったらさ、結局朝早くさ起きやなあかんやん。だからさ午後から活動ですって時はさ、そうもったいなく感じちゃうのよね朝起きるのが。そうせっかく休みなんやったら、休みとか午後からなんやったら、そうアラームかけずに寝たいじゃんって思っちゃう。そうなんかもったいなさを感じちゃうのよね朝起きることに対して。でも朝活をしたい。朝起きてなんか準備して、おいしの理想ね、まず準備してで出かけるの、お散歩、お散歩して出かけて、でカフェ入って朝ごはんなんかサンドイッチかパスタかとアイスティーとか、そうカフェラテとか、なんかそういう優雅な朝ごはんを過ごして、で帰ってきてなんかベッドきれいにしたりとか、そう掃除かけたりとか、なんかそういうのしたい。そう
そういう一日を過ごしてみたい。朝活すると気持ちいい一日が長く感じて充実するよねって。そうなのよね。朝さ早くさ起きてたらさ、なんかすごい充実した一日になるよね。それは思うの。それはすごく思うねんけど、いや今日一日よかったなって寝る前とか思えるのよ。でもできないの。朝シャンも気持ちがいいよって。おいしん朝にお風呂絶対入らへんそう、朝シャンする人ってすごいよね。私は夜に1回だけだな、お風呂入るの。シャキッとするよって。温泉行っても朝風呂しないって。いや温泉があるところは絶対朝風呂するの。なんか前地方公園で普通のホテルに泊まっててんけど、そこがなんか大浴場あるところで、そん時は朝風呂とか言ってた。お家ではせえへん。なんかさっぱりして目覚めるっていうのもわかんねんけどさ、そうなんか私はだって数時間前に入ったのにさ。いやもちろん寝るときって汗かくとか言うやん。でもさそうでもじゃない。そう朝シャンか。いや朝シャンする人すごいなって思うねんから。髪の毛乾かすのが大変だって。そうなのよ。なんかもちろんさ寝癖さ朝ついてるからさ、髪の毛をこうバーって濡らしたりしてドライヤーでバーってやんねんけどさ、その軽く濡らすのとさガッチガチにさびしゃびしゃに濡らすのとはまた違うやんわけが。そうお風呂に入ったらだってまたあの一連のルーティーンが待ってるわけじゃん、まあ、夜はメイク落としとかそういうのあるけど、頭洗って顔洗って体洗ってで出て髪の毛と体全部拭いてで化粧水乳液とかまたそれ系やってで髪の毛乾かして、夜でさえそのルーティンがもしめんどくさく感じちゃうのに、朝なんてできない。そう夜入ってるから髪は洗わないって体だけなのか。いやもしでもねそれができないの。体だけシャワー浴びるっていうのがねできないの。そうなんかそうなのよ。そうそうなんか入っちゃったら入っちゃったでもう全部したくなっちゃう。なんかちゃんと髪洗って顔洗ってみたいな。そうなのよ。朝ゆっくり時間があって思って朝にゆっくり時間があることあんまないんだよね。おにしそうね朝あんまそうねゆっくりしてるなっていう時はないな。もうほんとギリギリまで睡眠に費やしてる。そう余裕を持って起きるっていうのがねあんまできない。美容院行った後も髪の毛洗うのって絶対洗う。あんまねよくはないんだよな美容院行った後。まあパーマとかかけたらね頭洗っちゃダメですよみたいな時も
あるんやろうけど、あと髪の毛ね染めた時とかは今日は洗わないでくださいみたいな言われるけど、絶対洗っちゃう。約束守ってないそれ。言うこと聞きなよ。違うのよ、なんかさ美容院でやってもらうじゃん。でそっからさ、だって外を歩いてさ電車とか乗ってさあのスーパーに買い物とか行ってさっていう一連の流れをしてきた上でお家に帰ってきてるわけじゃない。大西その状態の髪の毛であの枕つけの嫌なのよ。頭をそのタオルとか敷けばいいって思う、まあそれでもいいんやけど、でも外歩いてきた髪の毛は外歩いてきた髪の毛だからって思っちゃうの。そうね、うん、潔癖ってこれは潔癖なの？これは潔癖に入る？これは潔癖にはならない気はすんねんけど、だってさ頭皮ってさなんかすぐなんかベタついてる感じせへん？でもなんか日本だけやねんな、こんななんか頻繁にお風呂入ってんの。だから別にそんなさ害はないんやろうけど、自分的に頭皮がなんかベタついてるような気がして、それも嫌なのよね。そうなのよね。まあ単純になんか外散歩とかスーパーだけ行くとかなら全然いいの、コンビニ行くだけとかお風呂上がりとか。でももう電車乗っちゃえばそれはもう大西の中では違うのよ。なんか電車乗ったらもうあの洗いたいそうってなっちゃう。うん、人混み多いとことか通ってきたら余計そうね。電車が LINE なのねって、そう電車乗るとしっかり出かけたって思っちゃうよねって。そうそうなのよ、なんか軽い散歩とかじゃない、なんかもう電車乗ったらお出かけって感じ。うん、コロナ前からって、うん、それは生きてきてずっとそうかもしれない。なんかねー、そう、ちょっと嫌なのね、なんか。お仕事の後とかもって、あ、どういうこと？仕事の後とかも？お風呂入るかってこと？どういうこと？どういうこと？お仕事の後？もちろんそれは入るよね。むしろ一番やだ。髪とかね、こうケープとかそういうなんていうのオイルとかもいっぱいついてるから、だから寝落ちするときは、もう一緒床で寝るの、床っていうかこれこいつで、そう確信犯の寝落ちってあるじゃん。落ちちゃったじゃなくて、
あもう無理落ちようっていう寝落ちそうとかはもうそんな髪の毛とかなんかなんだろうね、そう丸一日お家にいてた、まあ、そんな時に寝落ちなんかせえへんからあれなんやけど、丸一日お家にいてたとしたら全然いいねんけど、そうね外から帰ってきたら帰ってきた時はで寝落ちする時は絶対ベッドではねえへん、うん、そう憧れの人と握手したら手が洗えないというのはないのかなって、どうなんやろ、私はその人生でその経験をしたことがないからさあれやねんけど、うん、もちろん手は洗うやろうねフ一番洗いたくない手とか、そう一番うん手洗わないとなんかさあんまあちこち触りたくない、なんかうん、だから外から帰ってきたら絶対に先初に手じゃあ最初にマスク取ってからもう手洗ってうがいしてそっからお家のものに触るみたいな、そうって言っても別に服をにし部屋着にすぐ着替えるっていうことはせえへんからさ、そこはどないやねんって今自分でも言ってて正直思ったそう普通やったらさ、だからほんまに潔癖の人ってさ、なんかほんまにお家の玄関で服とか全部脱いででもお風呂直行する人とかいらっしゃるじゃん、なんかそういう感じではないのよね、そうその辺難しいよね、まあ、私は着替えっていうか洗濯物を極力出したくないっていう気持ちで人生生きてるからそんな1日に2着着るなんて、そう大西の中ではありえないんやけど、そうそうそうなんか変なこだわりがあるよね、自分的ルールみたいなやつやな、そう、めんどくさがりなんだよね、洗濯が嫌なのって、うん洗濯と洗い物なんかやるときはやるときで好きなんですよ、なんか洗い物してるときとか、ぼーなんか絶対音楽聴きながらやんねんけど、そうなんか淡々とこう作業してる感じとか、あと洗濯回した瞬間とかも気持ちいいやん、干してる瞬間もさ、なんかよしできたみたいな達成感で好きやから、好きやねんけどそこに至るまでの気持ちがやろうっていうそれまでが好きじゃないのよ、できないの、エンジンかかるまでが、エンジンかけるのが苦手、そうやったらやったでそう好きなんですよ、うん、しかもさ結局さ自分一人しかいないわけじゃんこのお家には、そうだから誰にも見られてないじゃない、そうお部屋の中なんてってなったらどっかでスイッチがもう切れんのよね、あもういいやって、
から友達とかさメンバーがお家に来るみたいなってなったらもう全力で綺麗にすんねんけど。そう、そうだよね。しかもさやるってなったらさなんかわりかしとことんやりたくならへん？掃除とかそうなんやけどさ、そうやからやったらやったでめっちゃやってまうから次やるときに覚悟が必要になるのよね。なんかそう一回やったら大変やぞやるかやらんかっていうなんかそのすっごいその次やる時への負担がさ大きくなるよね。そうなるよね。なんかやるよねってほんまそうだから気が重いって心の準備にいるよね。そうそうなのよ。気楽に行こう、なんか気楽に行けないのよね。そう前例があるからやっちゃう。そうなのよね。そう一回一回がもう本当大イベントみたいになっちゃうからそうなのよね。計画的にできる人になりたいよね。ね、もうこんな時間か。45分になったらランキングの方読もう。そうだよね。何時に寝るの目標にします？ってでももう今日はねあの湯船浸からないでおこうと思ってるから多分早くにお風呂上がれるから。わりかしさ早くには寝床につけると思うけど。でも洗濯したいから。それが終わったらって感じかね。相変わらず首が痛いわ首が痛いわ。今から洗濯したら1時過ぎるやんって。そんなことないよ。お風呂入る前に回しちゃってでお風呂入ってでお風呂上がったらもう止まってるはずだから。でベッドペペッとね。やるね。いたた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 。ふう。ん。あ、何時まで配信します。もう終わる。45分だ。終わろう。足の裏が。足の裏調子悪い。
足の裏調子悪いな。筋が痛いたまにあるよね。ちょっとじゃあめっちゃマッサージしてくるわ、お風呂で足の裏Thank you。 ということで、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、はい、いきます。1位アタックケンさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がタカさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がボスブラックさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がじゅんぺいさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がカメさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がカホアットマークをラルムにし届いたようさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして、10位が、プロスペクトさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位が SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がルーさん、ありがとうございました、イエイ。ありがとうございます。そうだ、ラルムだ、ラルム本日発売でございます、ありがとう。そう、大西もねオフショットね撮りたかったんですけど、大西本当に撮影時間本当短くて、滞在時間全然撮れなかったんですよね、自撮りぐらいしか。ちょっとメールかどっかであげるので、ぜひぜひよかったら待っててください。忙しかったんか、いや元々がねめっちゃ大西は短かったのよ、すごい時間が。そうだからそう全然撮れなかったんですけど、ぜひぜひ待っててください、ありがとうございます、うん、ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、うん、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ではおやすみなさーい、バイバイ。おやすみなさーい、バイバーイ。